皆さんこんにちは。お元気ですか？今日はナルファクトリーさんをご紹介します。大阪泉州でね、70年も続いている婦人服の専門メーカーです。ニット製品とかね、コットン、リネンなんかの婦白製品ですね。そういう、製品を自社の工場でね、全部作られています。で、日本人の体型に合った服作りをね、提案しているメーカーさんになります。心を豊かにする服がコンセプトです。ナルファクトリーさんに関わる全ての人がですね、感動を与えたいっていうね、そういう思いで服作りをされています。今回ね、ご覧いただく服、本当にご覧いただいたらもうわかるんですけどね、本当に面白い刺繍とかね、なんかね、気分が上がるような、そういう要素がお洋服の中にね、いろいろとね、組み込まれています。だから着てるとね、すごくなんかね、ワクワクするんですね。はい。で、全てワンサイズ展開なんですけど、いろいろなね、体型の人が着こなせるように、ちょっとね、ゆったりめに作られています。で、サイズ調整もできるように、ウエストのところがゴムだったり、調整紐がついてたりね、そういう風に作られています。私の大好きな雑誌「ファッジー」、こちらにもね、紹介されてるんですよ。ねえ、ご覧になった方、気づかれた方とかいらっしゃいますかね？ はい、ここのところ、ここですね。ここのところのね、ナルファクトリーさんのこれセーターなんですよ。これは1月号の、今年の1月号になりますけどね。はい、私ね、この雑誌を見た時に全然まだナルファクトリーさん知らなくて、ただこの雑誌を見てて、このセーターね、あ、いいなーって思って見たんですけどね。はい、こんな風にね、紹介もされています。ナルファクトリーさんをご存知でない方にもね、是非その魅力を知っていただきたいと思います。今日はコーデもね、もういっぱい用意しましたので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。では、スタートしましょう。
いかがでしたでしょうか。たくさんのコーデ楽しんでいただけましたでしょうか。ナルファクトリーさんのね、一つ一つのアイテムへのこだわりっていうのがね、すごくね、伝わってきてね、驚きました。で、着ることを楽しんでほしいっていうね、そういう思いがね、いっぱい伝わってきたのでね、私もなんかね、出かけたくなりました。はい、
今日ご紹介したお洋服のご紹介はですね、お洋服の詳細はですね、概要欄の URL、 こちらにね、ご覧いただけたらと思います。で、気になるお洋服とかお好きなコーディネートがありましたら、またコメント欄の方でね、これが好きでしたっていうのをね、教えていただけたらと思います。はい、今日もご覧いただきありがとうございました。また来週、バイバイ。